どうも、バーンです、えー。前回の動画の引き続きとなります、えー。プロセッシングというプログラミング言語で6、えー、軸ジャイロの姿勢を可視化して表示するという、えー、ラジコン飛行機の、ね、動画の、まあ、オプションみたいなことをやっております。で、前回課題だったことが2つほど、ね、解決いたしました。1つは、えー、このプロセッシング いうプログラム言語、これだけで、えー、っとデータの読み込みができるようになりました。コ、え、ム、ーね、ポートを見に行ってたものをです、ね、もう徹底的に排除していったらです、ね、もうこれは簡単にできましたね。えー、これが最新のソースコードの状態ですけども、コム5とかコムとかっていうところがもう全く ない状態ですね。まあ、あの、これはね、えー、一個ずつ動かしながら削除して、で、ああ、これはまずいなとか、ここはこういう働きをしてるのかというのを確認しながらやったら、えー、ま、動く状態ですよ。動く状態を維持しながらでないと、トンネルの行き詰まったところで立ち往生してしまう可能性があるんで、あくまでも動きながらというところで作業したらうまくいきました。ちょっとね、実際に動かしてみます。 今この姿勢のデータは、えー、1分20秒ほど、えー、と飛行させてきた、えー、飛行機の姿勢のデータですねちょっとノイズが出てますけれどもまあこれは今後改善していければなというふうに思いますあと再生速度がねちょっと早いのは、えー、動画編集上のタイムラインでストレッチしたりとかして、えー、対応しています で、最後、なんかあの、これ今、滑空体制に入ったのかなうーん、ちょっと最後、なんかノイズが出たんですけれども、えー、その後、あ、ここで着陸してますね。なんかひっくり返って、でんぐり返りして、着陸と。で、最後の方、ちょっとあの、二軸ほど取れてないような気もするんですけども、ま、あの、とりあえずの、間違いがない、間違いがないというか、あの、動くことは確認ができました。 あともう一つ課題だった件ですね、えー。ソースコードの長さが長すぎると、えー、64KB 制限に引っかかって動かないというような問題がありましたけれども、これはね、割と簡単に解決しましたね。えっ、ー、とね、ファイルを読み込むようにして、で、ファイルの中の、えっ、ー、とですね、えー、と文字ですね、これを CSV ファイル形式で 保存すするようにしてますんで、えー、もうプロセッシングだったらそういうのはお手のもんですねネットで調べたらもう一発で、えー、段取りというかやり方が出てきました、えー、具体的にはねこの辺追記してます、えー、セットアップなんかもねこんな感じですね、えー、これもあのネットに情報が載っていた、えー、CSV 形式の,のファイルを読み込んで,で、えー、配列として利用するというね 段取りそのままで動かしています。で、えー、とあとそれから、用軸、ロール軸、ピッチ軸の3軸のデータを、この右側の、このアルディウィンのプログラムの、こちらで、えー、SD カードにセーブしてたんですけど、これはね、不要になりました。えー、結局、FIFO バッファーの0145891213、これさえあれば動く。 のとあとこれを、あのー、配列でプロセッシングの方に渡してやるということが重要なんでこの、えー、と要ピッチロールのこの3このデータについては SD カードにセーブしないようにしましたで、えー、とあと実際に、えー、とライブラリの方プロセッシングのライブラリの方に渡しているところはここです えー、その前にもちょっとこういうような CSV ファイル形式の配列を読み込んで、えー、というところの、まあ、呪文みたいなもんですねこんな風にすればいいというふうに載ってた通りにしてで実際にプロセッシングの、えー、ライブラリに渡すところはここですでこれでね、えーまあ、無事2つの問題が解決することができましたただね えー、もう一個の最後の問題ですね。えー、と、要軸が盛大に、えー、ドリフトする、ずれるという問題ですね。これがね、やっぱり顕著ですね。えー、飛び立つ前に、ここでボタンを押してるんですよ。で、そこから、えー、全く姿勢を変えていないんだけれども、実際に。 えっと、姿勢を取得してみたらですね90度ほどずれてるんですねもうこの時点でなのでなんかこれはんなん何ていうんですかね、えー、基板をこう置く状態が間違ってるのかなとか思うんですけどじゃあこれ確か確認したはずなんですけれどもなんか90度ほどずれてるんですね で、飛行してからもですね、えっ、ー、と、くるくる何回か旋回してるんですけども、上空で、えー。どん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 ドリフトしていってますね。で、この辺でちょっとドリフトの補正をしてます。ここで、えー、反対方向に回り始めるんですけども、ここの、えー、クリップとここのクリップで、えっ、ー、と、長さの補正をしてるんですよね。だからちょっとついつま合わせは動画編集上でしてます、えー。この辺から左旋回。 に入ってるんですけども、左旋回のところで、ちょっと、えー、っと、補正をね、動画編集上でしてるんですけども、これはね、えー、ほんまは、えー、っと、GPS もちゃんと積んでですね、で、時間を取得して、で、時間と一緒に CSV データに吐き出して、で、1秒おきに補正するとかってやらないと、えー、正確なね、ところでの姿勢が出ないですね。 あと、それから、えー、ほんまにちゃんとやるというのであれば、地磁気センサーも積んで、で、えー、補正をかけるというのがね、えー、まあ、本来のやり方なのかもしれないですね。まあ、遊びでやる分にはね、まあ、こんなんでとりあえず動いたんで、いいんじゃないかなというふうに思いました。まあ、でも、遊びとはいえね、課題がまだあります。幼軸がドリフトしていく問題ですね。これを今後、ちょっとずつ解決していこうというふうに思います。本日以上です。ではでは。